原口和弘氏は、桐生市の生活保護行政を批判しました。原口和弘氏は、桐生市生活保護受給者弾圧が、荒木市長を支持する自民党のネトウヨ政策であると分析します。まずは、地元テレビの報道を聞いてください。桐生市が市内在住の50代男性に対し、生活保護費をまとめて支給せず、1日1000円ずつ分割して支給していたなどとした問題を受け、群馬弁護士会の4団体が共同で声明を発表しました。今まで聞いたことないんですよ。で、それは全額支給しないわけだから、ここで定められた金額をね、下回るような金額しか渡さない。それがなぜ起きたか、この事態がいつから起きて、どういった原因で起きたか、もう1年2年じゃなく、もっと5年6年前10年前ぐらいから出せるデータを全て出していただいて、徹底的に究明を願いたいと思っています。一方、桐生市側も会見を開き、荒木市長は冒頭で謝罪しました。保護費の遅延と不適切な多くの対応をしてしまったこと、この場をお借りして生活保護受給者の皆様に対し深くお詫びを申し上げる次第であります。大変申し訳ございませんでした。時代に馴染まなくなってきてると率直に言っていいんですか？お願いします。いや、恥ずかしいなと、情けないなと、情けない、ふざけてるなと、そう率直に思います。なんでしょうね、なんかもう呆れ者が言えないってこういう時に言うんだなって思いましたけれど自主性じゃないんですか？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 